こんな症状でお困りじゃありませんか？これからこの症状について少しだけお話しします。頭部内熱とドライアイ、乾燥肌についてお話しします。頭部に熱がこもったことで目の乾燥がひどくなります。これがドライアイです。目薬をさしてもなかなか治らないのは原因を解決していないからです。原因は平行角異常によるふらつきを目力によって調節しているために起こっているものです。乾燥肌も同様です。手足の指先がひび割れてカサカサになったり、肌がカサカサしてフケのようなものが出たり、かゆみで困っている人も多いでしょう。これらすべてが平行角異常による頭部内熱が原因なのです。次にチェックポイントとしては、目を開けた状態で片足立ちができない。もちろん目を閉じた状態でも片足立ちはできません。あとは歩いている時に一本線がフラフラしている状態、もちろん目が開けている状態、目が閉じている状態でもなかなかできない方は非常に多いです。あとは前頭部、頭のおでこですね、おでこを冷やして気持ちいいかチェックしてみてください。こういった方には非常にドライアイの方が多いと言えます。当センターでは来院された方のお体をしっかりと拝見し、不調の根本原因を分析して治療および豊富な指導をご用意しております。今回の内容についてはいかがでしたか？もし何かお困りのことがあったらお気軽にご相談ください。詳しくはホームページをご覧ください。